利息マンを命じられたら、日本一の利息マンになってみろ。そうしたら、誰も君を利息マンにしておかぬ。この名言は、日本の実業家であり政治家でもあった小林一三氏によるものです。彼は阪急電鉄をはじめとする阪急東郷グループの経営者として知られています。彼は、1873年、山梨県の裕福な商家に生まれました。19歳の時に慶應義塾を卒業し、三井銀行で本店勤務の後、大阪支店に赴任しました。この名言は、どんな仕事でも手を抜かず、一生懸命やり、その道のプロになるほど頑張ってみましょうという意味を持っています。たとえその仕事が自分の意にそぐわなくても、納得いかなくても、与えられた環境の中で精進すべきです。人は必ず見ていますから、おのずと道を開けます。具体的なエピソードとしては、34歳の時に新しい証券会社設立のために銀行を辞めますが、同年アメリカ初の金融恐慌にぶつかり新証券会社の設立はなりませんでした。無職となった小林氏が勤めることになったのが倒産寸前の鉄道会社の監査役です。本意だったでしょうが、小林氏はそこでも最善を尽くし、結果その会社をグループの中核に育て上げていくのです。